完全優勝おめでとうございます。応援ありがとうございました。43度目の優勝ということですが、強さに磨きがかかっているのが分かるレースでした。なかなかやっぱり地元の尾崎さんも強いですし、周り見なくちゃいけなくて、なかなか、思うような展開にならなかったんですけど、冷静に走れたのは良かったです。ナショナルチームも頑張っている梅川選手ですけれども、そんな中でガールズ競輪のレースというのはいかがでしたか？そうですね、ガールズ競輪は私の生活の一部ですし、なくてはならない存在なので、走る機会少ないんですけど、こうやってできるときは皆さんにアピールしたいなと思います。今後どういった活躍を目指していますか？オリンピックの方も目指してるんですけど、こっちの方もしっかり頑張りたいと思いますし、グランプリはしっかり狙っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。ちなみに次走の予定を教えてください。次は宇都宮 の、 共同通信のコレクションに出場する予定です。皆さんで応援していきたいと思います。改めて梅川風子選手、おめでとうございました。ありがとうございました。